豊かな香りでコク深い沖縄黒糖。現在8つの島で作られ、沖縄県民にとっては古くから身近なもの。そんな沖縄黒糖と一流料理人が出会った時、そこにどんな絶品料理が生まれるのだろうか。皆さんこんにちは、ラーメンに人生で全てを捧げているラーメン侍塚田健二です。人生残り少ないラーメン侍の前島です。もうちょっと明るい PR してもらっていいですか。はい、ミスターラーメンじゃないですか。はい、業界からミスターラーメンと呼ばれている。はい、一応言われてます、ね。はいはい、大人気ラーメン店を経営している塚田健二さんと前島司さんのお二人が出演しているラーメン侍は、ラーメン好きを虜にしている YouTube 番組。全国のラーメン店を直撃し、ラーメンの魅力を日本のみならず世界に発信しています。ということで今回はですね、はいはい、なんと黒糖を使って。黒糖美味しいですよね。で、はい、黒糖美味しいですか、はい、あの黒糖を使ってご家庭でできるワンランク上の美味しいラーメンを作っちゃおうという企画でございまして。黒糖はやっぱコクがあるんだね。そうですよね。あのやっぱ普通の砂糖で作るのよりは全然違うと思います。そうなんですよ、はい、特にそれが出やすいのは、ね、はい、僕チャーシューを作ったら面白いんじゃないかと思って、はい、黒糖チャーシュー、はいはいはい、今回は僕黒糖チャーシューを担当しようと思って、はいはいはい、作らせていただきます。はいはい、町本さんこれ今回何を。僕はやっぱり僕といえば卵ですからね。はい、もうミスター卵と言われてますから。めっちゃ美味しい、ね、味玉を、味玉黒糖を使ってちょっと作ってみたいな。なるほど、はい、これ家庭でもね簡単にできるんですね。そうですよね、はい、ぜひ皆さんやっていただきたいと思ってます。はいはい、よろしくお願いします。家庭用でワンランクを作るんで、うん、はい、スープを簡単に作っていきたいと思います。はい、その中でチャーシューにいきたいと思います。でね、まずね、はい、こちらお肉、はい、市販でね売ってるスーパーで。なるほど、これを煮たスープでラーメンを作る。そうなんです。そうするといわゆる肉出しですね。肉出し。そうすると、はいはい、普通のお湯で作るやつよりも、はい、ちょっとリッチな味がするじゃないですか。もうね、我々プロでもねこのチャーシューの煮汁を使ってラーメンって作りますからね。そうですよね、はいはいはい、大体肉って食べるときはこの麺で切らなきゃいけないんで、はい、食べやすいようにもう、はい、時短ですね、はい、ご家庭だとこのぐらいの大きさで、ね、はい、4つ切ると。これだとね、はい、1時間ぐらいでいけますね。お、1時間ぐらいでいけます。1時間だとね、ちょっともう、はい、テレビちょっと見てる間ね。そうです、はい、そうです、そうです。それで今回はこのスープにですね、はい、ちょっとこの玉ねぎのネギをね、あ、ネギの長ネギですね、はい、長ネギのね、青い部分、青い部分、はい、これをちょっとね、はい、一緒に、これだとまあ臭みが取れてね、じゃあネギのいい香りがしますね。そうですね、入れていきます、はい、で、まあほんのちょっとだけね、はい、この生姜、生姜、はい、生姜、やっぱラーメンスープに生姜は欠かせないですよね。生姜、そしてここにですね、はい、これです。大体今回これ 180cc ぐらいなんで、はい、どこにでもです、はいはい、ガラススープね、これを 30g、 30g ぐらい。ああ、結構入りましたね。そうですね。そしてご家庭にある昆布、はい、これをまあこの2リットルぐらいだったら一片あればいいですね。はい、一片入れていただきます。はい、そしてなんとキノコ、これはね、はい、何でもいいんですけど、はい、やっぱ干し椎茸って出やすいんですか。今回、はい、しし、お家で作るメンマの代わりに、はい、この干したし、この、はい、干し椎茸を、はい、あ、干し椎茸うまいですよね、はい、こんな形で。あ、もうなんかこれだけ見るともう超一流のスープみたいですね。なんかもうこれだけでもうまそうじゃないですか。いや、もう香りもすごいですよ。なんか中華料理屋さんにいるような。そうですよね、はい、でこれでまず1時間、はい、煮込んでいきたいと思います。はい、はい、でその間にですね、はい、ちょっとタレの方を、チャーシューのタレ、これ今回、はい、前島さんの卵も、はい、この黒糖のタレで味付けしてもらおうと思って、はいはいはい、味玉もできるという、はい、効率いいですね。効率がいいですね、はい、お醤油 200cc、 これは濃い口醤油ですか。あ、薄口ですか。普通のお醤油ですね。あ、普通の、まあ、濃い口の方がいいんですかね。そうですね、黒糖との相性がね、そうですね、黒糖の相性がいいですよね、はいはい。ご家庭用なんで普通の清酒というかお酒にしたんですけど、これ本来僕が作るとしたらちょっとマニアックに本当は黒糖焼酎を使いたいと思います。黒糖と合わせるにはやっぱ黒糖焼酎って相性がいいんで、今回は家庭で作れるところだったのでこちらを100、
お父さんが晩酌で飲んでるやつでもいいですよね。何でもいいです、はい、もう辛口が好みの人は辛口、はい、甘口が好みの人は甘口っていうことで、そしてこちらに今回あんまり甘すぎると卵も気持ち悪くなる、はい、でも甘いのが好きな人は、うん、大体この量で 160g ぐらい入れてもらってる、はい、黒糖を、はい、今回は卵で併用なんで 120g ぐらいのちょうど黒糖のうまさがグッと出て、はい、甘さもほのかに出る感じの、はい、レシピなんで 120g、はい、ちょっといきたいんですけど、はい、でもね見てください、はい、ああこんなにあるんですね。8つの島の黒糖があるんですよ、で、はい、この中から4種類ちょっと、はい、チャーシューに合いそうなやつを選びたいんですけど、うん、そうそう特徴が違うんですね。そうなんですよ、まず深い黒糖のコク、はい、これを僕求めたいと思ってて、うん、これがね波照間島のこの黒糖がちょっとねこう旨味と甘み深いコク、深いコク、はい、これをねちょっとここに足していきますよ、はい、これまず入れていきます。20g ぐらい入ります、はい、20g これ全部で120ですよね。そうですよね、はい、はい、これで何分か 30g ぐらいで、はい、前島さんどれチョイス、はい、僕ですか、はい、どれにしようかな。やめてくださいよ、プロなんだから、はい、こう特徴わかりました。じゃあ僕はねやっぱね、はい、ビターが好きなんです、ね、ビターな感じ、はい、ビターな感じはこの伊平屋島さん、伊平屋島さんの黒糖。じゃあこのね、はい、やっぱ黒糖っていうとあの何ですか、ほろよい苦味とかビター感っていうのは、はい、あれも心地いいですもんね、はい、あれは詰めてる時のこれじゃ あいいですね。 うまっ。これねお菓子にも最高ですよ。めっちゃうまいですよ。うわほら風味が本当に、うん、すごいビターな、ビターだ、めっちゃうまっ。うんこれはうまいね。これちょっとあの後味がちょっとさーっと塩気がきてね。あ、本当ですね。甘じょっぱい感じですごいですね。キレがありますよね、はい、でこれ入りました。じゃあ、はい、僕はそこに、はい、やっぱ島の良さってやっぱり、はい、補って、はい、塩もすごい、はい、僕日本最高だと思うと、はい、沖の塩、美味しい塩たくさん、だからビタミンとかミネラルとかを感じやすい、カルシウムとか、はい、ちょっとねスパイシーな感じの、はい、このアグニの、アグニね、アグニ島さんのこの黒糖、はい、これをちょっとね、はい、入れていきたいですね。これも30、30、はい、はい、入りましたね、ちょうど 30g。 これもちょっと食べてみますか、はい、そう、スパイシーっていうのね、どれぐらいスパイシーが効いてるのか、ミネラルがすごい強い。うん、あ、うん、確かになんかスパイシーっぽさがありますね、うん、あ、本当だ。でもちょっとミネラルも感じるというか、はい、うん、程よい、同じ、ね、黒糖なので全然、ね、こう違いますね。島によって違いますね、はい、最後じゃあ残りの 30g、はい、前島さん、はい、仕掛けてください。どれにしますか。そうですね、やっぱもう最後こうラーメンを濃厚に仕上げたいので、はい、グッとこう、はい、やっぱりこの濃厚、なるほど、濃厚な甘さ、甘さが突き抜けた黒糖らしさをここに出したいと、はいはい、これは、何島ですか。タラマさん、はい、タラマさん、タラマさん、これをじゃあ宮古島タラマさん。いやー黒砂糖も奥深いですね。奥深いですね、いろいろなのがあって、意外に風味があって食べ比べると、はい、面白いですね。全然味が違うもんですね、はい、すごい。そしたらちょっとね魚爪これをお一つ、はい、それとこれね、当たり前な感じになっちゃってますけど、ここでちょっと生姜を 40g、はい、結構入りますね。これちょっと生姜、はい、ダズラに入れてますね。はい、入れていきます、はい、そしてニンニク、ニンニク、これはもうね、本当はね、はい、ね、すいませんね、カットしてくださいね、はい、ニンニク入りました、はい、でこれもう一遍、あ、結構入りますね。これね、案外みんなニンニクちょっと入れてるんですけど、はいはい、出ないですよ、なかなか。これぐらい入れないと。もう僕はバシッといきます、はい、これぐらいの醤油の量にこれぐらいのニンニクの量って結構じゃないですか。で、なんでかって言ったら、はいはい、これまたね、はい、いろいろタレ使えるんですよ、はい、で、これは普通、お水とかで割るんですけど、はいはい、今回はリッチに肉出しのスープ、肉出しの、もうこの肉出しで出たスープを、いい色になってますね、ここに、はい、200cc、 はい、200cc、これを火にかけるんですか。そうです、はい、で、
ちょっとタレ、まだこれ、はい、もうちょっと糖分が足らないですけど、はい、もっと甘くなります。溶けてないんで。うん。けどいい感じです。美味しいですよね。はい、で、これ酢を入れたりして味を締めたりまろやかにする人もいるんですけど、はい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 、実はこれ今回黒糖なんで、はい、ケチャップ。コクがある酸味に対して、はいはいはい、今回この僕の隠し味は、はい、これね好みです。隠し味で。隠し味でケチャップを少量入れます。はいはい、これで。はい、ちょっとエキゾチックなというか、ちょっと酸味があるというか、はい、なんか豚って酢で、はい、酢とお醤油とかさ、お酢かくと美味しいじゃないですか。酢豚とかね。酢豚もそうですけど、はいはいはい、ちょっとこの、はい、ほら、ちょっとね、はいはい、味が酢で締まったというか、はい、ああ、ちょっと違います。違いますよね、はい、これがちょっと隠し味、今回のチャーシューの隠し味で、はい、感じて、これを人に立ちさせて、はい、グラグラしてきました。グラグラしてきましたね。まあ、これだったら家庭でもね、できそうな感じですね。そうですそうです、はい、これでいけますんで。こちら、これもここで。あ、そっち入れちゃうんですか。入れちゃうんです。ここにチャーシューを。これで味をつけるんですね。そうです。これでチャーシューを。なるほど。ここに。はい。につけて。あの豚肉の中に味を入れていくわけですね。そうです。味を入れていきます。これでコト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 、はい。これでどれぐらいの時間ですか。一人いたしたら止めて、はい、漬け込みで。一晩置いてもらったらもう冷めていくときにぐーっと味が入ってくるんで染みてくるんで次の日に完成ですね、はい、では究極の味玉作りということで、はいはい、私担当させていただきます。まあ、これあの普通のスーパーに売ってる卵ですね。これあの、はい、まあ、M から L ぐらいですかね。ちょっと大きいですね、はい、ちょっと大きめですね、はい、大きめですね。このぐらいでかいやつだと大体何分ぐらいですか。これだとね、沸騰したお湯から入れて多分6分とか6分半ですね。あ、そうですか、はい、でも普通のご家庭って NS が多いんで大体じゃあ5分から5分半とか6分、まあ、家庭だとそうですね。今日大きいやつなんですけど、はい、まあ、家庭では普通の鍋で大丈夫です。これをねちょっと沸騰してる中にこうこれ、ね、バーンと落とすと割れて中身が出ちゃうんで。ああ、なるほどなるほど。優しくね、優しくこうやって。ああ、割らないように入れるのがポイントですね。それでですね、まあ、これで6分半ぐらいはい、茹でていくんですけど、あんまり沸騰さすと、はい、そのお湯のこの力で上がったり下がったりして割れてきちゃうんですよ、はい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 、そうすると白身が出て中が痩せ細っちゃうんで。あ、なるほど、優しく扱えるんですよ。で、あのよくほら白身がね、あの黄身がちょっと寄ったりしてて、はい、あれをちょっと中心に入れた方が綺麗ですよ、はい、そのためにはこうね少しずつこう卵をね、なるほど、転がしてあげて、こう中心になるように黄身を、はい、たまに転がしてやるんです、はい、皆さん勉強になりますね。味玉はそうやって作るんですよ。そうすると、はい、ど真ん中にもね、なるほど、きれいに ね、 ね、味玉ができます。これはもう最後まで優しくしてください。優しくしてくださいってことですね、はいはい、で、これが完成しましたら、はい、冷やすんで、はい、水で。それはね、はい、また用意しておいてくださいね。なるほど、はい、すぐ冷やせる。そうしないと余熱でどんどん硬くなってしまうので、今日は大体ちょっと半熟で仕上げる感じです。まあ、トロトロが良ければもうちょっと時間短くとか、まあ、固めが良かったらもっと7分8分とかね、それはいいこう時間帯をねそれぞれ見つけていただければいいですね。なるほど、そうですね、はい、たまにこうね転がしてあげて、はい、それでは6分半経ちましたんで、これを揚げていきますね。これをね、冷水にすぐつけてください。そうすることによって皮が剥きやすくなりますね。で、これでちょっと冷えるまで待ってもらって、まあ大体10分もつけとけば大丈夫です。もう冷めてきたね、皮を剥きます。塚田さん、これはどういうタレなんですか。チャーシューを作った黒糖のタレで、はいはいはい、あ、なるほど、はい、兼用で味玉も作れるってことですね、はいはい、そうするとラーメンに入るときに馴染みが両方とも一緒なんで、はい、これはだから冷ましてから卵を入れた方がいいですよね。これが熱いと卵が硬くなっちゃいますよね、はい、実はですね、前島さん、はい、今回、僕がね、はい、沖縄に勉強に行ったときに、はい、一番ハマった食べ方、はいはい、黒糖の食べ方これですよ。コップですか。そして、はい、ちょっとね、さっきチャーシューでこっち使、はい、が使ったんで、はい、今度はこっちの前の4頭ね、はい、
あ、話の途中ですけど卵つけ込んでいいですか。卵、はい、卵つけ込んでください。これあのね、ふわこういい感じで半熟で、黒糖だれに、はい、これどれぐらいつけ込むんですか。これ舐めてもらっていいですか。はい、舐めてもらって、はい、この濃さだったら多分、うんうん、甘くて美味しい。多分3時間ぐらいつけると、はいはいはい、多分いい味つき、はい、なります。一晩漬け込むといい感じでなんかお酒のつまみとかなりそうですね。あ、確かにそうですね、はい、なりそうですね、はい、薄くなったら、はい、一昼夜とか、はい、半日とか漬け込み時間を長くしてもらって、はい、で、はい、先ほどの続きなんですけど、もう沖縄で行った青森じゃないですか。青森、はいはい、ロックですか。うわー、これこれ酔っ払いやつじゃないですか。でもね、まず一杯飲んでもらってくる。味比べでどんなもんか。よ、あ、もうこれだけだと。で、ちょっと僕今、はい、与那国持ったんですけど、はい、好きなのちょっと僕と選んで。これは何ですか。これあれです、小浜。小浜島、小浜行きます、ね、これを、はい、あ、こうやって入れるんじゃなくて噛みながら、はい、うめあ、これが一番うまいです。テキーラのレモンみたいなやつ。そう、つまみがこれなんですよ。あ、くっそうまくないですか。口の中でちょうどこのマリアージュみたいな、ね、あ、だけどこれはね、ちょっとあの青森きついなっていう人でもいけますね。すか、これがあればいけますね。で、はい、じゃあ僕これ今度こっち行きます。前島さん、この家島さん行ってください。あ、家島、これ家島、前島、家島、はい、僕これ、西表、西表、違う、まあ、本当に違う。本当ですか。じゃあ僕家島ちゃん。家島さんはね、もうちょっと白っぽいですね。甘さ控えめで、うん、塩気が強いくないですか、ちょっと。ああ、また違うな。全然違いますね。焼酎の味が違いますね。変わりますよね。絶対変わります。だって僕とつまみにしたら、うん、月光の僕がこれロックですよ。確かにこれいけちゃいます。やばいっすね。まずよね。逆に危険な。感じがしますよ。そしてですね、これがあらかじめ前日に作っておいた黒糖チャーシューの完成品でございます。はいはい、こんな感じでございます。いいね、ね、うまそうですね。見てください、この黒糖の前島色、ね、全く一緒、前島色。ちょっといいですか、技をちょっと、ラーメン屋の技をちょっと。あ、じゃあ前島さん、はい、じゃあネギを。これはもう家庭で簡単にできる。はい、まあ、あの輪切りだと結構ね大きいんで、ちょっとここに縦にね、はい、こう切れ目を入れてもらって、はい、これでそうするとね、ちょっと、なるほど、食べやすいサイズ、ね、半分入れてやると香りも広がりやすいですね。ね、はい、こういう感じで、はい、こういう感じですね。はい、じゃあそのままチャーシューもちょっと、はい、切りますか。はい、はい、おいいっすね。あ、いいっすね、おいいっすね、おいいっすね、おいいっすね。油とね、中身の感じが、おー、いいですね、はい、うまそうですね。あ、ありがとうございます、はい、見てください。うわー、いい色に上がってんな。もうすでに琥珀色にいい感じで仕上がってますよね、はい、これもうだってお湯じゃないんですよ、もうすでに。いい香りしますね。これで作ったら間違いないですよ。間違いないですよね、はい、で、これじゃあ火をつける。麺の中にもこの旨味が入り込むってことですよね。そうなんですよ、はい、これがまた恐ろしいところでございます。これ今回もう市販品の何でもいいんですよ、はい、何でもいいんですけど、はい、僕これちょっとこれね、はい、CM させてもらって、はいはい、すーごいうまかったんで、はい、ちょっとこれで今回はね、はい、行きたいと思います、はい、じゃあ前島さん、はい、いいですか、はい、行きますよ、はい、入れました。5分おー、すげえ。これちょっともったいないから、これ見る5分ですよ。で、これポイントはやっぱりいじりたくなるじゃないですか、はい、こういじると麺が切れちゃうんで。切れますよね。これね、ほっとくのが一番ですよね。ちょっとほっとくのがいいですね。これはうまいんですよ。これ、はい、ポイントがあるんですけど、ええ、このタレはね、はい、ご家庭で美味しく作るときはやっぱちょっと温めてもらいたいですね、はい、熱々でね。そうです、ラーメンは。これ大事ですね、このタレを、はい、丼温めておくっていうのはね、大事でございます。こんな感じで、はい、うわー、いい感じになりましたね。あと1分ですね。あと1分、はい、じゃあそろそろこちらね、はい、これ、はい、タレ入れます。おお、はい、もうそろそろですね。そろそろですか、はい、もう5秒前だ。5秒前、はい、3、2、1、はい、はい、じゃあこちらちょっとね、はい、こう注いでいきます。
うわーオーラがありますね。ねこれ。これはちょっとこの豚骨臭嗅いでもらっていいですか、はい、匂い。わあ本当だ。さらにうまみはねさっきのスープで倍増されてますからね。かこれでほらリッチに3枚。おお贅沢に。3枚。はい。そして先ほど真島さんがいただいた、はい、ネギドン、はい。ネギ乗せて。これで卵はじゃあせっかくなのでカットしますか。あカットしてくれるんですか。はい、おいいですね。ほら。ほら、もう素晴らしい。よいしょっと。ワンランク上のラーメン完成でございます。もうこれ家庭のラーメンじゃないですね。食べていいですか。はい、僕も食べたことあるんで、ぜひ前島さんも食べて。いただきでござる。いただきでござる。ちょっと間違え。いただくでござる。いただきでござる。すごいですね。興奮しちゃいます。あまりにも美味しそうだった。噂のね、黒糖を使った。黒糖チャーシュー。おうん、いかがですか。これはうまいですね。うまいですか、うん、おお黒糖最高。やっぱなんか黒糖違いますね。そうですよね、はい、なんかね黒糖を感じます。感じますよね、はい、でこれ今、はい、そのまま茹でたやつ食べたんですけど、実はもっと黒糖感を出す方法があって、はい、これ、はい、出来上がったチャーシューをフライパンでね、うん、ちょっとこう、はい、温めてもらうと黒糖がよりメイラード反応を起こして熱で黒糖感が上がるんですよ、はい、あのビター感がより出るんで、ご家庭で味変えてる時はうまいですよね、はい、お黒糖卵どうですか、はい、いや黒糖いい感じですね。ねえ、はい、綺麗ですね。感じる感じが、うん、甘さもちょうどいい。甘さもちょうどいい、はい、お甘からず、しょっぱからず、はい、お甘さちょうどいいですか、はい、ちょうどいいですね。いやこれはうまいですね、はい、うまいですか、はい、いやこれはねどの即席ラーメンでやっても多分美味しくなりますね。黒糖さえあればバッチリ決まりますよ、はい、ぜひ皆さんもですね、いや本当黒糖を使った、はい、美味しいメニューをですねお家で楽しんでみてください、はい、ということでラーメン侍から、はい、黒糖を使った美味しいワンランク上のラーメンでございました、はい、黒糖最高最高。今回沖縄黒糖を使った料理のレシピはこちら。ぜひ皆さんも一流料理人が考えた黒糖レシピに挑戦してみてください。沖縄黒糖は料理の可能性を広げてくれるあなたの心強い味方です。